상담에서도 유명한 자신의 반응을 받아서 이제 미니 마스터에 대해서 では、改めて、動画の参加をいただきたいと思います。皆さん、拍手でお迎えください。ありがとうございます。DevOps の話というよりはですね、まあ、そもそも開発をセキュアにしていくとか、まあ、開発とか運用のプロセスの中で、そのセキュリティってどうやって確保するんだっけというところで、めっちゃもやっとしてると思うんですね。で、昨年亡くなられた僕らのちょっと先輩にあたるですね、先輩と勝手にお呼びしてるんですが、山口卓先生という方がいらっしゃったんですね。その彼は、セキュアにものを作るための設計だとか、あるいはその実装の方法を学ぶ方法がすごく限られているし、まあ、すごく限られているために誰もそれをやろうということが、リテラシーがすごく不足しているということを指摘しておりましたね。まあ、それでそういう問題を解決したいと思って、WASP という、コミュニティをやっています。 OWASP とスペルするんですけれども、まあ、そこではそのどういう脆弱性が大きいかというと、こういう問題がありますよと、ちょっとなんとなくセキュリティの人たちが考えなくちゃいけないような事柄だけでなくて、まあ、そもそもそういう問題を、起きにくくするためには、行動は一体何ができるのか、設計では一体何ができるのか、まあ、あるいはテストのコンセプトはどうかみたいな、そのもっと前工程の人たちが頑張れることだっていうのも、いろいろこうテストツールですとかガイドラインで出しているんですね。まあ、そういったものを皆さん使っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思っているんですが、このセッションではですから、その DevOps に関する特にこうセキュリティどうするのよっていうところをリアルに取り組んでいらっしゃる2人の方と一緒にですね、議論していただければと思います。で、まあ、このウォーターボールから抜けきれないっていう悩みがあるっていうのももちろんあるんですけど、ウォーターボールなのかアジャイルなのか、それともそのデボックスなのか、またはたまたですね、この美しいデブセコオプスですね、このどのプロセスだろうが、まあ、結局今日はまずは吉野さんがですね、素晴らしい定義を述べてくださいましたけど、継続的にユーザーにシステムを通してこう価値を提供し続けること、これがまあデボックスだったとすると、まあ、早くデプロイできるかとか、何回もデプロイできるかとか、あるいはそういう体制になっているかとか、なってないかとかということはあんま関係なくて、継続的にちゃんと価値を提供できるようにするためには、まあ、どうしたらいいのかという、この命題に向かって今日はまあみんな考えているところだと思いますので、まあ、そこで、このセッションでは特にいくつかの、まあ、トピックに絞ってですね、そこをどうやるんだっけとかですね、あるいはどういう取り組みで今まで汗をかいてきたかみたいなところも含めてお話を聞いていければと思います。で、およそ80分ぐらいかなの、セッションになりますけれども、どうぞよろしくお願いしたいと思います。私はご紹介ありましたけど、岡田亮太郎と申します。初めましての方も結構多いかと思います。どうぞよろしくお願いします。これ今何をやっているかというと、この LINE のですね、ジェームス君にですね、シフトリフトが大事だということをコンコンと説明しているところ、あ、これ笑うところですね、ぜひ大きく笑っていただいて、もう一回言いますね、もう一回言います、まあ、LINE のジェームス君がですね、シフトレフト、まあ、つまり前工程でセキュリティ担保するということがすごい大事だということを、まあ、説教していたところなんです。そうするとですね、彼はですね、ずっとこの LINE アプリで遊んでいてですね、全然僕の話を聞いてくれないという、そういう定義になっているんですね。今こういうゆるキャラと一緒にセキュリティを語るというふうに進出化されておりまして、はい、Facebook でも話しているんですが、そんなようなことをやっています。で、仕事はですね、アセネスリサーチという会社が力入れてやっているんですが、セキュリティの取り組みというものをもうちょっと可視化して、で具体的にどこが足りてないかをどういうところに注力するとこういう効果が上がるみたいなことをフレームワークを使ってやっています。これは結構面白くてですね、それゆえになんか実装の人たちがめちゃくちゃ頑張っているのにセキュリティ問題が頻発するのなんでだとかですね、あるいは最強のフレームワークを使っているのになぜ、こういったところで時間が取られているのか、そういったことを結構可視化しやすくて、それでご公表いただいています。まあ、詳しくはウェブサイトなどご覧いただけるとですね、なかなかこう忖度を聞いた皆さんかなということで、はい、笑い声を大きめでお願いします。で、ここでですね、素晴らしいゲストといいますか、一緒に僕のジャンプに付き合ってくださっている方々をご紹介したいと思います。
れるんですね。はい、まずはですね、西郷さん、伊藤さんが来てございました。この伊藤さんから預かった写真じゃないのが上がっているというのが非常に大きなポイントでしてで、これね、こんなもの公開されると困ると言わせないよ。なぜかというとね、Facebook のブログ画像ですからね。はい、あのマイホームパパ の, あの週末をですね、迎えるためにですね、金曜日はちょっと一肌脱いでくれということでですね、まあ、先ほどはどうやって週末美味しいカレーを作るかということで散々議論させていただいたところですが、伊藤さんありがとうございます。一つ自己紹介お願いします。はい、私、サイボーズ株式会社で、小さくの運用をやっております、伊藤と申します。今日は皆さんといろんなことにお話しできればいいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞお伺いください。そして、お二人目、まあ、神戸さん、神戸浩太さんを、お呼びしたいと思います。神戸さんもね、本当にすっげーイケメンな写真を送ってくださっててですね、まあ、ウェブサイトでそういう感じのが出てると思うんですが、まあ、リアルにこれもまた、例によってですね、Facebook ブログ画像をそのまま出させていただいたんですね、まあ、このいいパパぶりを見せつける感じになっておりますが、はい、力からの自己紹介をお願いします。フューチャーアーティストという会社でプログラマーをします、神戸と申します。お、すごい、来た。デブとオフィス側の人間として今日は。はい、デブとオフィス側って、あと何がありましたっけ。人間の運用とプログラムがメインの。あ、なるほど。はい。素晴らしいですね。はい。ポジションを投稿してくださいましたね。ということで、この3人で、80分をお送りしたいと思います。以上、ご視聴。で、まあ、前説ってわけじゃないんですけど、私たちがの接点って何っていうですね、まあ、こういうワスプの、ね、ミーティングだったり、あるいはさ、神戸さんの、実装してくださっておられるマルスの話、これも今日もお聞きするんですけど、そういう、プロジェクトって、まあ、例えばワスプの成果物をなんかうまく連携するみたいな感じですね。一つのキーワードがワスプかなというふうに思っています。で、まあ、他にもいろいろとこうセキュリティ関連があるんですけども、まあ、問題はですね、これ仕事にできない問題として、まあ、なんとなくそのちっちゃく映ってるあれ雰囲気だっていう、そこにちょっと入らないようなで、まあ、我々が作ったシステム、まあ、そのとにかくですね、開発の人、運用の人、あるいはそれ全体 の, コントロールをする人っていろいろいると思うんですが、ちょっと調査をしましょうか。自分は思いっきり実装のプログラマーであるという方はどれくらいですか。おら、むしろ設計とかアーキテクチャの人間である。かぶってもいいです。なんかありがとうございます。どちらかというと運用に近い側のエンジニアである。おお、まあ、ありますね。ありがとうございます。今さっき述べたいくつかのプロフィールありましたけど、それに当てはまっていないっていうことですか。おお、なるほど、なるほど、なるほどね。わかりました。ありがとうございます。まあ、これでね、全員が手を挙げたことになるんですね。まあ、肩の力を抜いてくださいねというその話なんですが、次上げるときは違う方の手を挙げて、皆さん笑うところは笑っていないので眠たくなるかなと思います。はい、まあ、というようなことで、どの立場の人もこういう現実が起きているということは結構辛いわけですよね。で、その中で、これ素晴らしいですよね。本当にこうだといいんですけど、いかに実装するのか、つまり何を作るのかっていうのはですね、結構簡単にものづくりってできるようになってきていて、すべても簡単だと言いたいわけじゃないんですけど、ただ、まあ、システムを作るということのコストだとか、あるいはそれに関わる工数というのも年々激減していってるわけですよ。複雑性がものすごく標準化されていて、作りたいものっていうのもその中一から全部なんか考えなくても、あんなような感じのものを作りたいっていうのはね、すごくこうプロトタイプ化も進んできていて、ビジネス要件をシステムで落とすというのは割と簡単にできるようになってきているんだけど、それゆえにどうやって実装するのかというところがポイントになってきているというかと思います。まあ、コンテナとかもね。でその中、逆にセキュリティというか、そのシステムをどうやって保護するかという部分に関して言うと、まあ、投資とですね、そのリスクのバランスが全然マッチしてないと言われています。あ、これ写真を撮ってツイートしてくださる大歓迎なんですが、この資料を必ずスライドシェアにあげますから、適当なところで突っ込みどころだけ突っ込んでいただければと思いますが、今写真撮ってくださっているので、一応前もって公開するということだけを宣言しております。で
まあ、とにかくですね、大体攻撃が成功しているものの 95% はアプリケーションレイヤーなのに、保護する側というのは 90% ぐらいですね、もうインフラに関する予算ばかりなんですよ。で、これがどういうことかというと、これなんか結構ね、磯屋さん結構じわりませんこれ。だから俺たちには 10% しか予算がかけられていないんだ、そういうことなんですよね。だから早く作れる、ね、僕も早く作るとスーパーヒーローなんですけど、ちゃんと作ると何でちゃんと作るかといってそんなに時間がかかるんだって怒られるというね、そういう事例になっちゃう。で、これがどれぐらいリアルなのかということを感じることができる資料があった方がいいだろうと思ってちょっとできたんですが、この本皆さんご覧になりました。これセキュリティ屋さんにはね、大好評の本が最近出たんですよ。これブログを集約したものなんで、ブログ読めばいいじゃんっていう話もあるんだけど、でもこれ面白いんですよ、これハニーポット。ハニーポットって何なのか分かります？ハニートラップじゃないんですよ、ハニーポット。分かる、まあ、分かるって喋りますけどもね。で、まあ、要するに攻撃を観察するための仕組みなんですよ。まあ、いろいろあるんですけど、そこでこんな攻撃をやってきやがったっていうブログがあるのね。めちゃくちゃ面白いんですよ、これね。で、それを見てると大半がやっぱりアプリケーション、最初ちょっとネットワークスキャンするというのがネットワークも大事なんだけど、空いてるところをどうやって侵入してくるのかっていうことをずっと観察してるんですね。昆虫日記みたいな、こんなことしてきやがったっていう、それを書いてるんですけど、まあ、ほとんどアプリケーションの脆弱性を見つけるのがいかに彼らがうまいことやるかっていう書いてるんですね。で、これ読むと実装する側でインターフェース作るっていうのがちょっと嫌になっちゃうなっていうぐらいですね、こんな鍵の開け方があるのかみたいなのがこう見えちゃうんですが、それをそのどうやって防ぐのかということをですね、やっぱり運用屋さんに任せたらなんとかなるっていうちょっと辛いわけですよね。で、運用屋さんに任せるとどうなるかというと、運用しながら問題を、まあ、直すあるいは防ぐという対応コストがめちゃくちゃ高くかかっちゃう。で、この問題が再発しないように実装側の方に、ちょっと言ってですね、こういうアクセスをもうちょっと早めに取り落としてくれませんかみたいな会話で、まあ、あまりしてないんじゃないかなというようなことで、この、運用チームの、やっぱりこの苦しんでいることをどうやって実装の人たちに、まあ、前段階でうまくそういう問題が起きにくい仕組みにするのかっていうコミュニケーションを取るっていうのが、まあ、これが実はデブロープスのですね、を実現するために一番、まあ、聞くことっていうね、これは設計をちゃんとやる、実装をちゃんとやる、そうしないといいセキュリティができないっていうのは結構バッドストーリーなんですよね。だって完全であること証明できないから。だけど運用チームからどうやったらもうちょっとリスクの低いシステムになるかっていうフィードバックをちゃんと受けられるかどうかっていうのは結構大事なんですよ。まあ、この辺りは今日ちょっといろいろお二人にお話を聞きながらやろうと思っているんですが、でこの、運用とから遡ってくるですね、実装をもっと最適化しようという、これはまあシフトレフトというか、なかなかコストがいいバランスというわけで、で今日はですね、このシフトレフトといいますか、ヨルセフボックスの中でも特にどうやってシステムの安全性を担保していくんだっけという話を今後もやっていきたいという話でございます。ということで、こんな感じですね。今日の大体の話そうと思っていることはこの3つぐらいの話です。脆弱性対応というのはどうしていくいけばいいんだっけという話とか、あと問題を作りにくい、作り込みにくい実装を実現するための設計って一体どうあるのか、あとはそのデブセコープス、あるいはデブオプスですね、まあ、そのセキュアなデブオプスということが言いたいわけなんで、デブセコープスというのは別に新しい概念を言おうと思っているわけなんですが、まあ、そこでその体制とかチームはどう変化していくのかというようなことを候補を通さずに資料を持ってきたこの勇気ある2人がですね、今後と聞いていこうという、そういうわけになっています。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まあ、そこで最初ですね、この脆弱性対応をどうするのかっていうようなところなんですが、ね、伊藤さん急に伊藤さんに振るんですけど、はい、伊藤さんの立場はその脆弱性に関してはなんかそのやっぱり全国見なくちゃいけないんですか？そうですね、いろんな脆弱性なんですよ、うん、自分たちの製品の中にある脆弱性、これが製品がありている OS です、ね、うん、
あ、いやいや、関係さんの今の前で。そうですよね。で、伊藤さんはそのサイボーズの中で、そのプラットフォームとして、例えば SaaS みたいに出してるキントーンとかそういうやつもそうだし、オンプレミスで入れるやつとかもあると思うんですけど、その OSS も使いますよね。たくさん使ってますね。500以上の OSS が使われてる。おお。だからなんかこの間のストラッツ2みたいなやつが起きると、まあ、使ってらっしゃったかどうかは知らないんですけど、ああいうなんかこうブラックスワン的なものがヒヤッとしますよね。常にヒヤッとしますね。常に。常にヒヤッとします。情報収集どうやるか、それをどう運用するか、我々の課題。そうですよね。だからまあ実装して自分で作っている部分の脆弱性はもちろんのこと、あとその使っている他のコンポーネントのセキュリティをどうするのかっていうのは両方とも見ていかなくちゃいけないんですよ。そうですね。まあ、そこでですね、神戸さん、今準備ができたようですが、神戸さんのやってらっしゃる、まあ、もうほぼライフワークに近いぐらいになろうとしているかと思いますが、プロジェクトの話をちょっと聞かせていただきたいんですけど、ちょうどこのシステムの脆弱性に関する部分にそれをブレイクするイノベーティブなアプローチをやめとこうかこんな感じで、めっちゃすごい、簡単に言うとめっちゃすごいらしいんですけど、そのあたりの話を。はい、はい、神戸さん、そもそもそういうどういう立場でどういう仕事をしていたときに何かこう、これを変えなくちゃいけないと思ったかみたいなところから、そういうところも含めてお話していただきたいと思います。準備しました、すみません。素晴らしい、お願いします。僕はずっとリラックスサーバーの運用をしてきたんですよ。社内で使うネットマインとかサブバージョンとか、あとは Java のメールのリポジトリの Nexus とか GitHub とかで、その環境は100台くらいの Linux の仮想マシンで利用されてて、で OS のバージョンも種類もバラバラ、Ubuntu もあったり Debian、Gentoo もあったりとか、でバージョンもバラバラで、その上で動くポスグレとかマイスグレもたくさんありますし、まあ、バージョンももちろんバージョンです。あとプログラミング言語で、まあ、Ruby on Rails もあるし、Java もありますし、もうライバリーも全然もうカオスみたいな、管理できませんっていう環境を、まあ、2年ぐらい運用しました。で社内システムなんで、まあ、外からアクセスされないので、まあ、セキュリティ対策は、まあ、最低限でいいんじゃないかと思っているのが前回話し合いまして、アンチウイルスとかいいんじゃないかと、ソフトアップデートとかなんかしなくていいんじゃないかと思ってた時期もあったんですよ。まあ、なんですけど、そこを報告した時期があって、まあ、そのサーバーの脆弱性の根本対策、ウイルス対策って、そのいくつかの監視とか、緩和策とか、根本対策と組み合わせでやってると思いますが、まあ、その前段の、まあ、いろんな IDS、IDS とかワークとかを入れてれば、ソフトウェアアップデートなんていらないのかと思った時期がありました。まあ、本当にそうなのかっていうのを、まあ、事例で知ったんですよね。でよくストラッツが話題のこの前もなってましたけど、あれもワークの前に入ってたんですよね。でワークでもっと、まあ、不正確に突破されて、でそっちの脆弱性を使われて、まあ、漏れちゃいましたっていうような事例をよく目にして、やっぱ市販のソフトとか、まあ、複数のソフトのソフトウェアの、まあまあ、IDS とかを組み合わせるだけじゃダメなんだなっていうのを知ったんですね。でじゃあソフトウェアアップデートをやろうという話になりまして、まあ、やってみたんですけど、なかなか大変でした。まず新しい脆弱性を日々ウォッチし続けなければならないんですね。その例えば JVM とか NVD とかっていうふうに脆弱性が新規に公開された脆弱性を配信するサイト、じゃあ RSS を読んで、読むんですけど、すごい大量になったりとかして、僕リナックスサーバーしか管理してないんですけど、 Windows のアプロバットの脆弱性とか、まあ、なんか自分関係の情報がたくさんこう来たりとかして、でその中からこの情報は自分のリナックス環境にガイドするんだなっていうと、もう見極めも難しかったし、じゃあそれをこれは関係ないそうだってなった時に、もう環境カオスになって、
脆弱性がどのサーバーのどのアプリに該当するのかっていうのを判断というか、影響調査が非常に大変だったんですね。もう実際は先生実際 でバージョンただ OSS と OSS バージョンだって調べて、で1個ずつが正解、正解みたいな感じで判断しました。でこれがですね、なかなか大変でですね、まあ、年間で何千件ぐらいの脆弱性が公開されているようです。でサーバー台数、ソフトウェア台数でも組み合わせで思いますので、これをこう調べるときは非常に でですね、あれ一番大変なのは、ね、クリエイティブ感がゼロなんですよね。脆弱性対策って膨大な脆弱性が日々公開されて、情報収集を調査して、でやばそうだなと思ったらパーツ提供をしてなんですけど、手動で調査しているので、これ漏れてんじゃないかとか見逃し情報があるんじゃないかっていうのが空気の不安になったんですね。やばいわ、重要な脆弱性、まだうちのサーバーにあるんじゃないかっていうのが見える化されていませんので、ストレスです。で、クリエイティブ感がゼロな、なんか、要は、あんまり面白くない作業で、本当は見てみるようにしないんですよ。面白くない。なんですけど、日々ネットに公開される不正アクセスとかの事例を見ると、早くやるんじゃないかなということで、もう仕方なくこう、この作業を回していただく。で、そのうちも、なんか、怒りになってきまして、こんな作業を人間のやることじゃないの、もっと面白くやりたいのということで、ここで何とか解決して自動化するツールを作ったのがバルスってやつですね。これバルスってなんでバルスってネーミングになったんですか。バルス、うん、バルカネキスキャラです。おー、そう、本当セロニー、それそうだったんですか。もうちょっと違うんだと。あっちは全く関係ない。あ、そうですか。あっちってなんやねん。はい。で、まあ、そのワルス、結構でもシンパシー感じますね。伊藤さん、どうですか、これ。そうですね、うちもこういう、スローカーの取り組みっていうのをやってて、ちょっと難しくて、情報収集。情報収集ね。でもまあその公開されている情報すらキャッチアップしにくいっていう現実がね、500ぐらいのそのコンポーネントがあったりとかっていうところがあると思うんですけど、このバルスもちょっともうちょっとこうほらエンジニアから見てキュンと受けるとかそのなんかないんですけど、仕組みどういう仕組みをバルスがやってくれるのかっていう。じゃあ簡単に。お、来た、簡単に。簡単にお願いします。お願いします。まあ、簡単に言ったらですね、SSH で、まあ、SSH とあとローカルシェアモードってもあるんですけど、で、つないで、コマンドをいくつか実行して、でバッチを当ててない部分に含まれる脆弱性の ID、CVE の ID、CVEID っていう脆弱性のチームに付けられた ID があるんですけど、それを、まあ、集めてます。バルスに集めてます。それと、JVM と MVD の脆弱性のデータベースと、まあ、CVEID をキーにマッチングして、わかりやすくデモするっていうのが、なのでこれをスケジューラーなので日々こう動かしていけば新しい脆弱性が公開された設置されて、まあ、バッチが公開されたタイミングであなたのこのサーバーのこのソフトウェアがこういうやばい脆弱性がありましたっていうのをこのバルスが教えてくれるようになるので、まあ、日々自分で追っかけられたりするというのが特徴です。で、ちょっといいですか。画面のイメージ、スラック通知が出るんですよ。あと、E メールとかで通知もできますし、あとはダッシュボードとか、あと分析画面みたいなのもあります。あと、この TUI のパネルの画面で見ることも、詳細情報を見ることもできます。ちょっとしたデモをじゃあ、お、素晴らしい。お願いします。バルスレボっていう分析ツールなんですけど、これはどう
部分に見えますけど。これいいんですか？なんかもう最近見たスペースとかめっちゃ出てますけど。お、あ、このバルスデコの方は若干ですね、今スター数が足りてない状況ですね。じゃあ GitHub なんかあるとちょっとご協力をお願いします。なんか最近、ね、ライブでプチッとやらなきゃいけないことが午前から続いておりますが、このセッションではバルスレモンのところにスターを押すというのをお願いします。あの4人1組になってくださいと言いませんから僕そういう詳しい手帳になってるので、あのまずとにかくプチッと押してください。これでだいぶ世界が取れます。そうですね、やっぱ100ぐらいで取れますね。はい、都合200ぐらいでどうぞお願いします。これはですね、そのスキャンした結果、検出された脆弱性を分析できるんですけど、え、まあ、これ、これ特定のシステムについてのものが出てるってことですか？あ、そうです。特定スペースの詳細情報をこう出るので、どんどん管理できます。チェンジログが出るので、要はそのパッチをソフトウェアアップデートするときに、このバージョンからこのバージョンに上がりますって、今ちょっとチェンジログの内容の方のバージョンで見るみたいな。それはリリースノートってことですか？あ、そうですね、リリースノートに引っ張ってきてるってこと。はい、コマンドを叩いて、オフィスのメーカーの順々の文字を出してくれることが確かに。あ、なるほど。こんな感じのバルブのフローズをすごい、めっちゃちょっと、ね、話しますよ。どうぞ。これなんかバルス触ってみなくなる人ってどれだろうです。バルス触ってみなくなる。おお、ありがとうございます。10人くらいですか？すごいですね。これ今日のプロモーション、今日のプロモーションの効果すごいですよ。このバルスを知ってたから、知ってたらしいです。あ、割と言うんですよ。それ今日さすがに予習してきたんじゃないですか、皆さん。バルス開発者って書いてある。特徴はですね、まあ、幅広い。ディストリビューションに対応して、またクラウドコンテナツが折れております。あと、ロッカーのコンテナのコンテナもスキャンになります。あと、OS のパッケージ以外でも、ミドルウェアとかもスキャンになります。フレームワークとか、ルビの面積全然とか、ストレスの全然とか、あとは、ソースでコンパイルしているデータとかも、全然変異されています。あと、SSH につなぐっていう方法と、あとまあエージェント的に各サーバーにデプロイして動かすという方法、2パターンを利用します。SSH でコマンド発行するだけなので、非破壊スキャン、まあ、自己攻撃をしないようなタイプのスキャンなんですよ。なので、AWS で NMAP とか使う場合は、事前にそのテスト申請があるんですけど、この場合は SSH でただ、つないでコマンド発行するだけなので、事前に申請がいいと思います。じゃあ、そのような感じの特徴があります。つまり、そのモジュール、使っているモジュールのカタログを作ってくれるってことですよね。そうではないですか。まあ、それでもできますし、事前にこのソフトウェアがこのソフトウェアがこのサーバーにインストールしますよという事前提言が必要ないという。そうですね。そうです。まあ、ある程度、バイアスはコマンドで発行し、何の程度ほとんど SSH の前提言だと思うんですけど、SSH に使えてコマンド、バイアスを実行するだけで、そのスペシャルの結果だっていうのを見つける。そうですね。で、その集めてきた情報と、まあ、付き合わせをやって、まあ、その結果、何々アップデートした方がいいよとか、そういうことが分かるんですね。そうですね。アップデートしないと、このままとあなたのサーバー、これ脆弱性がありますよっていうのを確かめてみてよ。なるほどね。なるほど。今、ちなみにそれは、安倍さんのところでは、結構、あれですか、本格的に、フューチャーさんの、その、運用で、ガンガン使ってるってことですか？使ってるところもあるんですか？そう。お客さん、金融系のお客さんにこの前のお金を持ってきました。本番で使っていった時の、何て言うんでしょうかね、運用チームとか、あるいはその、プロダクトの品質をメンテナンスするチームが、フィードバックはどうですか？まあ、正直、非完備システムだと止められないっていうシステムが多くてですね、今までこう見てみるふりしてたところもあるんですよ。はい、そういうところに入れちゃうと、はい、このまま見れなきゃよかったみたいな。やばい人たちが、てんこ盛りでやられて、可視化されちゃうので、はい、みたいなところも、まあ、それも本音なんでしょうけど、なるほどね。まあ、ただ危ないですよっていうような
分しか言えないって言いましたでもそういう時どうするのかっていう別のアジェンダになるっていうのはいいことですよね。そうですね、まず可視化しないと、うん、その対策は本当に、うん、そういう話にならないと思うんですけど、うんうん、まあ、なんとなく安全だろうとか、うん、いろいろ入れてるから、うん、その何ですかね、ワークとかね、ああいうふうにカバーできてたらいいんじゃないかみたいな、うん、ところの人たちが本当のそのソフトウェアの自分に使われて、俺たち事例とかを見て、で実際に自分のサーバーをスキャンしてた時に、うん、やばいぜって言ってたら水分が出るところがあるんですけど、うん、まあ、そこから対策が始まる、うん、止められないシステムのアップデートをどうするかってすごくこうニクロの話ではあるんですけど、今の継続的デリバリーの、ね、部分からいくと案外こう見逃してはいけないというかと思うんですけど、伊藤さんはどんなふうに考えていらっしゃいますか。はい、その、はい、権利をまず明確にしているというところがあって、はい、まあ、特定の一定水準というのがあるんですね。一定水準の、まあ、インシェントにつながる、まあ、可能性が高い脆弱性が発生した場合に、まあ、そのシステムを緊急停止させるということの権限を、うん、運用本部の本部長が持っているということが、まあ、サイバーズが一番大きいところです。なるほど。そのビジネスの、うん、まあ、止める大会したらそんな客がそんなに出る。そうですね、動いてないよっていうウェブデスクの電話がかかってくるし、はい、そこを事前に、はい、水準っていうのは決まって、はいはい、そこを、まあ、これを持っているのは作業になるとか変えられるっていう、うん、止めて暫定対象が終わった段階で緊急なんです、うん、もしくは一定の期間止まってしまっているという状況だったらその時になります。それはその方法っていうのは、まあ、作業になってやつができるということです。でも普段のデリバリーの時はやっぱりそのなんか上場構成を取っているとか、まあ、そのパーシャルに動いているものとアップデートするものの、こうなんか時間差みたいなものをうまく使ってデリバリーしているというか。そうですね、緊急度が多分ない、はい、例えば特定期間の CVE であるとか、はい、特定期間の CVE であるとか、まあ、どうかとどまるかとか、うん、その水準はあるんですけども、まあ、その辺を見たら、この辺は定期メンテナンス、はい、あ、定期メンテナンス、ね、その定期メンテナンスの時に出ましょう。
あのプロジェクトは、ね、結構正直に出しちゃうさっきちょっとヒヤッとしました。サイボーズだとこういう脆弱性情報のハンティングフローっていうものを最後に公開をするっていうのをしていて、まあ、公開したフローの通りにサイボーズの内部に、まあ、その脆弱性の情報をハンティングするっていうルールにしています。まあ、大事なのはこういうルールを作ってそれをその組織全体で合意をしてこれに回していくメソ原則っていうものを一つやり方として決めておくっていうのが素早くやっていくというわけで、何か一つ見つかったときに、うん、そうですね。あの IBA さんから指摘メール来たみたいな。ああ、そうですか。基礎で、基礎の都度緊急対策会議をやってると大変ってことですね。そうですね。窓口も設けてあるし、窓口を受け付けたら、それをどのように検証として、まあ、その権限を土壌に持っていくのかなというところもできているし、例えばこのフレームワークに従って、外に適合していくためのスケジュールであるとか、いい形、そのプロセスそういうところもできているので、まあ、まずはこれを作って、それに基づくルールっていうものでつながる。で、それを通りに回していくっていうところが、大事じゃないかなと思います。なるほどね。で、神戸さんのところはどうですか、その自社開発ソフトウェアに問題があるということが、まあ、その脆弱性テストなり、あるいは外部からの指摘なり、まあ、何らかの方法で見つかった場合のフローって、こちらはまだ、これ書かないでほしいんですけど、そこまでその進んでなくてですね、うん、基本は運用者、運用者みたいな。で、まあ、でも行動を直さなくちゃいけない人たちもいるじゃないですか。あ、そうですね。で、その、まあ、プロジェクトっていう単位が生まれてるんですけど、うん、まあ、その中ではその運用者とかやる人っていうのもありますね。あ、なるほど、なるほど。それもちょっとなんかあれですね、後のネタになりそうですけど、やっぱり運用者と開発者の距離が近いと、それでやりやすいってことですよね。と、あとはその、ある脆弱性で、その社内でスラックみたいなところで書いてますみたいな場面があったりします。なるほどね。でそれに応じて、まあ、ちょっと深刻だよねとかすぐ直せるとか、まあ、あるいはそういうものの分量をうまく決めてサイトでリバイスするということですね。そうですね。なるほどね。まあ、そういう意味ではちょうど面白いなと思ったんですけど、神戸さんのところの会社というのはいろんな種類のいろんなサイズのプロジェクトがわーっとあって、それごとに体制がコンパクトに、まあ、コンパクトにハンドリングしやすいような開発によっていうチームがちょっとありますか。あ、ものにもよるんですけど、はい、その、まあ、運用は開発が終わって、はい、運用してしばらくはその体制なんですけど、うん、ある程度安定してたら運用の子会社なんですけど、その運用会社に、はい、まあ、お話しする。そういう大人の会話も出てきましたね。なるほど。まあ、やっぱそのバグが起きやすい時の、まあ、間も、うん、そのそう備わさないといけないので、うん、いい、あ、その体制にし、なるほどね。で、かたやサイボーズの伊藤さんのところというのは、そのアプリケーションだとかサービスというのは、どちらかというと主軸の柱がバチンと決まっていて、それをきっちり守り続けるということに対して、全社的な、こう、なんていうのか、構造というのがあって、その中でどういうふうにその、まあ、クイックに対応していくかということと、そしてその製品のライフサイクルを回すかというような、体制になっているんですよね。そうですね。うん、あ、これ意図してなかったんですけど、面白いですね。つまりこう会場の皆さんの中でも、そのいろいろなプロジェクトがパラレルで走っていたり、会社から取りサイズで見たんですよ。で、いろんなものを作って、いろんなものがデプロイされていくっていうような、会社さんもいらっしゃれば、もうシングルサービスっていうかですね、シングルとまでいかなくても主軸になっている強いサービスがバチッとあって、それのために会社の全体の、なんていうか、組織が最適化されているっていうことでは、多分フォーメーションもその脆弱性を取り扱う時の、まあ、その どのレベルまでみんなに電気が走らなくちゃいけないかっていうのはちょっと違うかもしれないですね。うん、そう、うん、なるほど。その文脈でいきますと、ちょっとその、伊藤さんのところでやられてきたですね、開発と運用チームはどれぐらいの距離感でいなくちゃいけなくなっちゃったのかみたいな話があるというふうなことを先ほどお聞きしたんですけど、プロジェクトの話していただいていいですか。はい、で、ここで、まあ、そのフォーカスはです
ね、このデブオプスというかそういう開発運用みたいなものはどういうフォーメーションと距離感でやらなくちゃいけないのかとか、どうやっていくことがプラクティスとして言えるのかっていうようなところをお聞きしていこうというような、そういうところでいきたいと思います。最後その開発体制という形で、ご紹介させていただきます。サイボーズなんですけれども、自社のクラウドサービス、サイボーズ .com というのですね、2011年にこの中に入所してから、クリエイティブなクラウドサービスをご提供しております。で、ご結成は上から下なんですね。アプリケーションから、OS、ハードウェアとかまで、すべて自社で面倒を見ているというところが特徴的になるので、まあ、そのための体制というのをサイボーズの中では整えるということに力を入れています。サイボーズではですね、こういう開発者が現場でどういうことをやっているのかというのを、確かに情報交換できる研究というのは、サイボーズミートカップというのを開催しておりまして、ハッシュタグしたらサイボーズミートカップになっています。1ヶ月に1回ぐらいですね、やっていくんですけれども、その中でサイボーズと実際開発の現場がどういうことをやっているのかというのを簡単にご紹介させていただきます。最初にやったのはフロントエンドの話ですね。代表的なクラウドサービス、サイボーズのところで動いているものが、キントーンは JavaScript の秒数45万秒ぐらいの JavaScript が動いています。まあ、こういった非常に大規模なフロントエンドの製品というのをどのように運用、開発をしていけばいいのかというところですね。現場のラマの声でですね、語ったというのがこちらに資料があります。後ほどこのスライド自体もお伺いしますので、リンクを辿っていただければと思いますが、まあ、JavaScript の静電気を片付けを導入するとか、でまあ、こういうフロントエンドから始まって、さらには下回り、最後は SRE チームもあります。SRE チームが運用しているシステム規模ってこれぐらいのところです。サーバーの台数が1000台で、リクエストが 1.7 億円で、サブドメインの数が2万以上、データ量でいうと 200TB 以上ですね。で、データセンターの場所で、まあ、このような非常に大きなシステムで、こういう、まあ、その大きなアプリケーション、大きなインフラ環境という中で、どう、リリースというのをですね、素早く継続的にしていくかというところが、最後、非常に課題になっていて、いくつか最後、実際にやっています。で、そのうちの一つが、生産性向上チームというものを作るという話ですね。で、このチーム、何やっているかというと、組織オーダーのですね、開発基盤を改善する。で、CI 環境の整備であるとか、自動テストインフラの構築といったところに一遍に引き入れてですね、各チームのプロジェクトが円滑に回るというプロジェクトです。で、ここに挙げているのは生産性向上のため、最後に見ていただいたアプリの発行という素晴らしさなんですけれども、まあ、こういうところに各チームから依頼をするとですね、やはりさせて、すぐやっちゃいますみたいな感じですね、メンバーを取り入れていて対応したりですね、いろんなことをやって、非常に面白いチームだな。ミートアップ体験動画ですね、4月21日に撮っていただきますので、ご注意をお願いください。というところが、一つ開発軸での、新しいで。もう一つ新しいこととして、最後から頑張っているのが、エコプロジェクトという通称を呼んでいます。最後は先ほどお見せしましたように、非常に大きな規模の、ね、システムの運用というものをやっておりますので、だんだんですね、アーキテクチャ的なところで限界が出てきておりました。で、そのところはですね、主にオプス側からですね、なんとかしたいと。サイボーズは長らくそのパッケージの製品をお客様に提供していて、それをクラウドサービスに持ってきたというですね、都合もあって、なかなかそのマルチペアのですね、そういうパッケージの製品を提供するのは難しいところがあるんですね。そういったような運用上の苦労というのを、いかに開発と協力をして解決をしていくかというところで、この2チームで合同プロジェクトというのをですね、2016年に立ち上げていたナンバーこのチームがやっておるのがストレージの暗号化でありますとか、ログ収集、分析基盤の構築でありますとか、あるいは分散オブジェクトストレージをどういうふうに作って、でそうするとどういうふうにそれが製品が利用できるようになるのかであるとか、あるいは監視システムであるとか、全部検索のシステムを全製品横断で使えるようにすればするにはどうすればいいかとか、そういう一つのプロジェクトではできないのか、かつインフラと開発の協力が必須なようなプロジェクトというのを。
がもう本当に開発の垣根もなくなって、開発自体も運用をやる必要というのが出てきますし、運用の時には開発のこともやるんですけども、そのそれぞれがそういうセキュリティというのをどういうふうにやるかということをやっている必要があるので、最後のセキュリティチームというのは、こういうチームですね。先ほどチームの時にサーブという話をしましたけれども、この2チームに分けて分かれてですね、イーサーとは主に責任、シーサーとは、クラウドの基盤、あるいはその上でこういうインシデント、もしくは最後の社内のインシデントを守るみたいなところを中心に活動しているというシーンでございます。この、 運用と、ね、開発の人たちと、そしてあとその両方との距離感があるセキュリティの人たちって仲いいんですか？そうですね、やっぱり2014年とか、はい、そういうそのやってた時期は、それぐらいがそれぞれの守備範囲っていうのも当然ありますし、そのどっちの責任だみたいなところも、はい、いいというか、つながる数はありますね。そうでしょうね。でそれが、まあ、そのどう変化していくんですか？オプスが頑張ったんじゃないかなと、私横で言ってる限りは、かなりその運用チームが、その開発のチームと一緒になって、運用上で起きている問題を解決したいんだというところで、プロジェクトを進めていって、このプロジェクトを進めていったなというのは、その当時のことでいいかなと。ということは、運用チームの人たちが開発チームのインプットになるっていうことを一生懸命やってくれたということですね。障害が起きた場合っていうのは、どんな障害が起きていると、暫定対処という意味でプロセスを、再構築するだろうとか、やったんだけども、その際に、こういうような、問題が想定されるので、対応してくれないかみたいなことです、最初のところが、それこそ、最後のグループや上でやったりしてます、今はそういうことをやらすと、ね、その開発も運用に近いようなレベルで、そのロゴの中にはもちろんお客様のデータが一切含まないように、そういうプログラムを改善してから、そういった環境を整えながら、一緒に運用できるようなチームを作っていけるという感じですね。それで開発の人たちってね、多分その運用しやすい、その例えばログの書き出し方だとか、あるいは問題を早く発見しやすい作り込むとかっていうふうな、まあ、原理的にはそういうことが充実していくんじゃないかと期待したいんですけど、どうでしょう？そうですね、その意味ですと、ちょっとまた戻っちゃうんですけど、ここの、サンダースでやってますように、ミドルビューバーというチームですね。このチームが、アプリ基盤チームというふうに最後に言ってきたんですけれども、はい、アプリ基盤チームがですね、いろんな、主要な機能というのを主要としていきました。あれは、例えばウェブアプリケーションで、いろんな複数の製品があるんですけれども、そういう製品がログインする機構とか、認証の機構を集約するだとか、あるいは動物を収集するときの、その仕組みみたいなところに載せていくだとか、かかる彼ら、両方をつなぐような役割をしてくれる、その今度、さっきのクラウドのサービスの認証を配列を配信に27,017くらいのポイントを取って、製品のセキュリティレベルが高いよということを。中でも対象範囲のところに入るときに、ドベアのチームがかなり頑張ったりとか、いろんなことを動かれてくれてる。なるほどね。そうすると運用チームから見たときに、運用しやすいアプリケーション、あるいはアプリケーションのアウトプットがどこに出てくるか分かりやすくなるし、開発者から見るとそのセキュリティに関わるような実装、例えばログ出力ですとか、今おっしゃったように認証とか、そういったものはその基盤チームが API として設計して集中させることで、その開発チームも脆弱なものを作りにくくなるんですよね。そうですね。ログの可視化みたいな話も出てきましたけれども、このミドルウェアチーム、それからアプリケーションチームを協力して、そういうログの作る情報というのを可視化する仕組みになっていて、実際のお客様が感じるレベルの遅延が発生しないうちに、その問題のポイントを改善していきたいということが、神さんどう思いますか？いろいろ聞きたいところです。どうぞ。きっかけがあったんですか？セキュリティに注目するようなそもそも本当にそうですね、何なのかやっぱり事故があって、我々の事故が起こるたびに、セキュリティに加速していかないといけないなというところがあったと思います。最初に頑張ったのがやっぱりクラウドサービスをリリースするときに、今までその
をお客様に提供する製品が出てきますので、まあ、運用自体はサービスとしてお客様に提供するようなもので、まあ、そこで一段階を超えてくれるか、まあ、あるいはストレージの情報が本格するような事故が起きたかなので、まあ、アーキテクチャを変えないといけないものが増えてくるか、いい事故が多いのかなと思います。めっちゃくちゃで、あれですね、最後のメモのサービス、アタックって結構来てると思うんですよ。まず、はい、普通に来てます。どの辺なんですか。どこからって、まあ、まあ、いろんな国から、ね。いろんな国から。悪い言い方です。まあ、本当に攻撃したいって言って、で、サイボーズの場合はそういうその脆弱性を発見すると通る。ということ自体は推奨している会社なので、その脆弱性をにはハックというものを見つける技術というものですね。その中で、まあ、副産物として生まれて、生きているわけで、まあ、その攻撃がどこから来てるなっていう証拠みたいなものを使うのが、日本のチームはノウハウとしてもシステムとしてもかなり会社のものを作っていくんじゃないかなという気はします。どうぞ。最近よく聞く、バグを報告したらお金がかかりますみたいな、ああいう報告もしますが、あれはやっていただくといいと思います。そうですね、最後は比較的昔からやっていて、2014年くらいから仕事して3年目というのは、1500万円ぐらいの賞金分が報告してるのを応援しているという感じです。その中で、その報告してくれたバグの中で、このバグはやばかったな、漏れちゃってたなっていうバグもあったりしますか。ありますね。一番やっぱりシビアなのは任意攻撃実行の脆弱性なんですけども、まあ、そういうものが報告されたときは、いや、わかりましたね。それは金額高いんですか。そういうもの、そういうのでバグを、まあ、我々には見つけられないようなバグを彼らの力を借りて見つけるために見せるんですし、そのためのいわゆる感謝の気持ちが以前だけじゃないんですけども、一つとしては以前、注文して100万円の支払いしたことがあります。おこの社内のね、開発の人たちのいいインプットに なるサイクルになっていると本当にいいですよね。3年回してだんだんその体制というのが良くなっていて、それその過去の脆弱性、こういう影響脆弱性があったら、それが他のプロジェクトからも見えるすごいその脆弱性カムさんのところ の、 仕組みでね、その脆弱性を作りにくい設計とか枠組みとかっていうところは何か考えてらっしゃると思うんですけど、どんな感じのものなんですか。一応ですね、フレームワークがかなり充実していまして、例えば、SQL アクセスのフレームワークを社内に報じるものが、それを皆さんで、そのフレームワークを作っている人は、かなりその技術力が高い、セキュリティが上がって巧みに集めてるんですよ。巧みにね。一般的にその開発者は、SQL は、いや、データを作成するときに SQL はそのライブラリを通して使うので、まあ、その JDBC の生のやつがなかなか手をするみたいな、そのフレームワークがスピーチを吸収していくとか、対策を吸収していくような形で。なるほどね。だからやっぱりコードレビューはその分シンプルになりますよね。あ、そうですね。そういうことですよね。で、そのもう一つ聞きたかったのはね、そのそういうほら、フューチャーさんフレームワーク、サイボーズアプリキマーとか、そういったものをうまく使いこなせるようにエンジニアをトレーニングするっていうのはどうやるんですか。どうフューチャーの。うちはそのトレーニングをやってますね。その開発が始まる前にそのフレームワークを作った人とかが、まあ、そのフレームワークを作って講習者の方のドキュメントも整備されてますし、ただそのドキュメントを社内にどこかに置いてるとしても、その開発者からはよくれないから情報がどこにあるか分かりませんみたいなことばっかり言われてます。なので、まあ、最近はうちは技術部隊になりますけど、技術部隊的にはその自分たちで作ったフレームワークをどんどん人に公開してしまって、はい、ググれるようにしてしまう。むしろ、はい、むしろググれちゃう。そうそう。
スコミの方がしているような形で、それはリスクないんですか？リスクはないと思います。むしろ他の人も使ってくれてきな。そうですね、のプロリングというか、はい、シーンも巻きますし、はい、シーンの機能も、まあね、リクエストのパッチもらってますので、どんどん発展します。それちなみにその、なんていうプロジェクトを聞いちゃったりしますか？ロボロ SQL っていうやつなんです。ロボロ SQL 最近公開したやつで、はい、ロボロ SQL ちゃんと資料用意してるところすごいですね。資料ないんですか？あ、そうですか。申し訳ございませんでした。ロボロ SQL ちょっと、あるライブラリに行きましょうっていうのに反発する人も出てきますし、
そうですね、そのでも開発標準というか、そのスクラムとのモジュール標準、あるいはそのコンポーネントの選択って、プロジェクトの規模と、そのプロジェクトが持っているリスクによるとは思いますけど、なんていうか、開発者の自由なのか、そのさっき言ったメンテナンシビリティだとか、そのコードがどれぐらい信頼できるモジュールなのかみたいなところでいくと、ビジネスの視点からいくと、どこかでそのやっぱり標準化していかないといけないんじゃないかと思うんですよね。そうですね。そういう意味で、結構、なんていうんでしょう、そういうことをやるためのチームというのは専門があって、テックリーダーというのを言っていますけど、そういうその技術、難しい技術を採用するというふうに、その例えば OSS こういうの使いたいですというのがあった場合、まあ、その会議がまず受ける。ということは、まあ、少なくとも共同責任的な感じ で、 そうです、ね、新しい技術の、まあ、チャレンジだとか、あるいはそういう、まあ、同じ機能の入れ替えとかということができるようにするということですね。そうです。でその上で、まあ、そこでは例えばそのセキュリティ上のレポートがその製品をちゃんと公開する窓口があるかみたいな、うん、そういうこともセキュリティチームからもそのチェックの観点でお願いしたり、例えば技術の観点で言えばどれぐらいの変更を行われているものとか、バージョン管理がちゃんとされているのかとか、まあ、そういうところですね。それを常に使うチェックを持っています。自由に選ぶっていうことは、最後はそこは自由だ。あ、じゃあその最初はなんていうかパスした方があるわけです。あ、そうです。なるほど。この辺どうですか。そうですね、あ、金融系のお客様とかは、はいはい、もちろん、まあ、体というか信頼、うん、社内保持みたいなものを使うんですけど、うん、その新規書いてあって新規サービス開発みたいな、まあ、若者がこういう景気があったみたいな、うん、そういうプロジェクトもあるんですか。あります。あるんですよ。その、R&D 的なチームが、ちょっと新サービスサイエンスなんですけど、そのチームはもう、自分たちが選んで、うん、自分たちの好きなもので作ってるっていう、うん、みたいなんですね。なるほど。いや、それはなんかそれで正しいような気がしますね。なんかこう、アプリケーションのアーキテクチャと新しい、なんていうのかな、実装というか、こういうことを、こういうものを作りたいといったときには、それにちょうどいい、なんかこう、材料というか、あのどう使ったらこれがしやすいねとか、なんかそういう適性みたいなことをあんまりこう見つけてもらってるので、なんかやっぱりうまくこう組織としてというかチームとしてこれを使うからすぐ動くことができるんだだけじゃなくて、運用する側の人たちはそれを見てどう思うかとか、その自分の手から離れた時にそのコードがどうなるかということを意識していくというのは、でもなんか今後のそういうスケールのサービスで非常に重要なポイントなのかなという気がしますけど、それもまあそう思います。そう思いますね。その自分たちが利用するようなサービスであれば、うん、という前提でまず月の目なんで、うん、責任持ってやるというような感じですね。そういうなるほどね。なんか最近その全然マッチするかどうかわからないけど、開発環境をね標準化するということは一つのありえないですよね。それだいぶ宗教戦争みたいなコメントできないんですけど、しかも自分使ってる人に EMAX を使えて強制するようで今もちょっと昨今見たことない。あとは自分のその生産性に直結しますから、はい、手に馴染んだもので使わせるないと僕は思いますけど、はい、違いますか。いや、だからじゃあ例えばですよ、そのなんか、なんかちょっとこじれているなんとか銀行の 大規模システムの中でそのコーポリングをの標準というものは行っているものをきちんと守れているかどうかということで、100人隊長の、長として神戸さんが就任しましたと。でそしたらもうビブの AMAX に好きなものさえ言いますか。言えないですね。いやだからそれはシステムリスクに対して相対的なものなんですよ、うん、そうそうそう。いやだからどうするのがベストプラクティスだって言いたいわけじゃなくて、その開発も運用もやはりそのシステムを動かすことで一体自分は何の責任を引き受けているのかということで、やっぱりポジショニングを変えていかないとなかなかこうなんていうんでしょうか、明日の開発っていうのが実現できなくなるっていうことなんじゃないでしょうか。どうでしょう、ちょっと重すぎること言ってますか。でも本当に開発者が自分で運用するっていう視点を持つってすごく大事だと思います。あ、本当そうですよね。最後
しやすい開発っていうのはどういうものかあまり分かりにしていないので、うん、なるほどね、はい、難しいのはですね、その新しい技術を試していかないと、はい、結局、まあ、次から次にいいものが出てくるので、うん、そのまあ、要は僕らはいろんな数あるたくさんの道具を、まあ、適材適所で選ぶというのが仕事の一つもあります。そうですね、新しいものを使っていかないとどんどんそのデモーションツールがクルッチップ化していってしまうので、まあ、ちょっと調べてみてしまって、みんなが我が物がそこに来た時にこいつは調べてもまあ、大丈夫ですね。何かするって前ですか。そうですね、自由に試せる環境っていうのは用意しないといけないんでしょうね。プラスサービスみたいなのが、うん、こんなその文化、セキュリティとかを考えるときに基本できないよみたいなサービスっていうのがあるんですけど、実用する前に使用するっていうのは別に自由になってくるのか。そうですね、そういうことをまで止めるようなプロジェクトを作ってはそれはいけないのかなっていうのは。そうですね、なんかそうちょっとそういうなんかツールビュー理論になってきたので面白いなと思うんですけど、最近注目している面白いツールちょっとなんか一つ二つ教えてください。アルスっていうのがありました。それ以外、いやそれアルスいいですね。しかしなんですけど、はい、今日来られてる全ての方がアルスを触った方がいいと思いますか。思いますね。お、はい、その脆弱性管理とかしてない時とか、はい、まあ、苦労してる人はもうぜひ使ってください。はい、幸せにします。なるほど、僕が幸せにします。なるほど、素晴らしいな。はい、で、あの DB シールドっていうのがありまして、はい、これご存知の方いますか。 DB シールド、これが最近出てきたもので、はい、僕はあの GitHub のトレンディングをこう見るのが趣味なんですよ。でまあ、そしたらランキングですね、1とか10とか。それはなんか横サーチの一環でしょ。それもあるんですけど、今日も載ってなかった。あるんですけど、そこでたまたま見つけた、この最近話題になっている合成のプログラムなんですけど、これデータベースのファイアウォールなんですよ。これ面白いな、これ普通にあるのかわかんないですけど、僕は初めて知ったんですけど、どこにラッピングするんですか。これ SQL をテストの時とか、うん、まあ、本番プロダクションにリリースする前にステージングとかで流すんですよ。シナリオテストすると思うんですけど、そのシナリオで流れた SQL を記録するんですよ。でここのインターナルデータベースというところに、まあ、その働く種みたいなやつを作っておいて、うん、で十分学習できたという状態でプロダクションに組み込むんですよ。そうすると、まあ、なんか見知らない SQL が来るとこれ弾くみたいな、まあ、学習というかバイオみたいなやつがありまして、それ面白いな。あのいいですね。あのそれラスクっていう概念があるんですよ。リアルタイムアプリケーションセキュリティプロテクションっていう概念があって、それの手法の一つはこれです。でこれをその HTTP で飛んでくるページごとに飛んでくるところにも同じ概念を突っ込んだり、あるいはそのあるフィールドからあるフィールドに流れていくところにも同じ概念を突っ込んだりということで、結構いろんなところにウォッチポイントを置いて、でそのリアルタイムにそのあいつもの感じじゃないといったブチンと止めるとか、検出だけして報告だけするとかっていうものもありますね。近いですね。はい、あるでもね、素晴らしい。スケールマップってやつがあるんですけど、スケール抽象のテストっていうのがあるんですけど、これ今仕込んだ状態で実行、仕込まなかったら全部実行できちゃうんですけど、仕込んだ状態で今仕込みますね。はい、すごい、神戸さん、エスパーと両手話してる。全然すぎないじゃないですか。ここでやるのはあまりやりたくないな感があるので、本当にごめんなさい。
収集するっていうのは、はい、JVM であるとか MVE であるとかそういう既存のデータベースの中に入ってこないデータセットっていうのが最近徐々にあるので、私に関しては東大王スペースですとかいうのがあるのでやっぱり少なからずの学校よりなのでそういうプロジェクトになるんですけどいずれそういうプロジェクトっていうのが減っていけばこういうものっていうのは必要ないかもしれないですけどそういうその情報収集ここ自体を専門としてやられていて NVT、JVM 以外にも登録を収集しているソフトウェアも結構多いというのがあってその辺に今あるようなソースコード上あるいはソースコードの中で使っている構成情報をもとに、その彼らが持っているより大きなデータベースの中からデータの規制情報をプッシュしてくれるというサービスをやっているので最近このツールブラックタップっていうツールなんですけどこのツールを、サイトにとっては一生懸命評価をするということになります申し訳ないって言ったら完全にこの前のところにハムカブリじゃないですかハムカブリの世界なんですけど申し訳ないなっていうことなんですこれね、僕はハムカブリだと思ってないんですよまあその話をまた今度違うところでやってしまうOSS 評価とそれのその脆弱性というかリスクをどういうふうにデータとして取り込むかっていうののアプローチの違いだと思っていてどちらも結構スタディがあってここブラックダックの CTO のバルさんの話をしたら王さんって言ってましたよ、ねうん、ちょっと一回対談してもらいますかなんかそうですね、はい、20分くらい来週してほしいですねじゃあ早くバルスドットコム取らないとどっちのアプローチも大事なのそうですね自分たちのバルスの使用ショットがアプローチの中で確かに最後のソフトウェアが 50% ぐらいはこれを使っていれば安全だということが確実に言っていてそれをベースラインにするというのを知ってやっていたんですなんですけれど、まあ、そのじゃあ実際にそれで全部いけるかというとまあ、まあ、もっとね潜在的に、ね、潜在的に眠っている脆弱性を広くカバーしていくにはというところでベースのアプローチも必要ではないというところでもちゃんとこうしなくていけるだからこれが結構面白いなブラックボックスはまあプログラミング言語のライブラリーに着目してるんですか？いや、アマタでしょ。アマタですね。はい。アマタ OSS。はい。いいですね。2万以上の OSS を彼らは情報収集していて、その情報収集したものっていうのを、このプログラムの中で流通できるような、体験変換をして、情報の話をしてるんです。オープンハブかなんかサイトになっていて、結構別にライセンス持ってなくても、いろいろ見れるんです。だから面白いです。はい、ありがとうございます。まあ、ということで、時間が、まあ、あと5分というふうになってきたので、そろそろクロージングしたいなと思います。そのスクリーンをもらっていいですか。はい、あっという間に、時間が経ってしまったわけなんですが、今日はお二人からすごく資産ともですね、非常に重要なお話をさせていただきました。で、またちょっとこのアスカンという連合の枠組みも素晴らしいと思っていまして、なんか機会にですね、この続きの議論ができたらなと思っているんですが、何を見せようかなと思って、この画面ごと公開されてしまっているというのが面白いですね。で、
そういったようなところもありますけど、まあ、なんかまずは赤外で物を作るということは達成不可能なことでも誰も実現していないことでもなくですね、やっぱり地道にやってきた人たちをからのスタディーというのはすごくあるなというようなことが皆さんに持って帰っていただけると嬉しいなと思っています。で、OWASP という話をしますとですね、その最近、OWASP トップ10、2017のですね、リリースキャンディデートが出まして、今パブリックコメント募集中ということになっています。で、OWASP トップ10のうち3つぐらい変わったんですね。で、その中にプロテクトされてない API とかですね、そういった割と新しい切り口のものだとか、あるいはそのセキュリティ防衛実装のルビーとかですね、そういったものも出てきたりもしていて、すごく興味深い感じになってきているので、ぜひなんでこのねこの画面がここに出るんだっていう感じですが、ちょっと悲しくなってきたので、はい、言います。はい、で、実際このシップレクトというか、このデブセコプスを実現しようと思ったらですね、やはり全ての人、つまりこう要件を決めて、設計して実装して運用するという全員が、まあ、一つのテーブルで一緒に仕事をしていかないと 実現できないということも明らかになったんじゃないかなというふうに思います。ということで、みんな仲良くやりましょうということですね。最初やり始めるときはお互いにどっちのせいとかって言われるようになりますけど、やっていくうちに、共通利害関係みたいなものが構築されるから、一緒に頑張っていったらいいんじゃないですかというようなことでいいですかね。じゃあ最後にですね、今日いらっしゃる方々、皆さんですね、もうすでにもっと素晴らしいプラクティスを持っていらっしゃる方も場内にいらっしゃるかと思いますけれども、一言ずつですね、なんて言うんでしょうか、決意表明じゃないんですけど、システムを継続的に、システムを通して、継続的にユーザーに価値を提供していこうというようなね、思いでいらっしゃるので、今日ここに平日仕事を休んでから、そのまま仕事として来ておられる方もいらっしゃると思いますが、時間さえ来てくださってますので、ちょっと一言ずつ皆さんにエールを述べていただけませんでしょうか。最後までお願いします。はい、今日はご時間いただきありがとうございました。サイフォーズの運用チーム、開発チーム、それぞれ元々はそれぞれの守備範囲というのを守るということで頑張ってきたんですけれども、全体サービスとしてお客様に提供するし続けるということで、いろいろ苦労しながら今の体制を作ってきたのかなと思います。それぞれのチームが、お互いのことを尊重しながら議論をし合って、より良い方向に改善していくことがとても大事だというふうに私自身も体験しながら思っているので、ぜひ皆さんと一緒にまたいろんなことを考えていきたいなというふうに思っております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。